谷崎潤一郎氏芥川龍之介「僕はある初夏の午後谷崎氏と神田を日明かしに出かけた谷崎氏はその日も黒背広に赤い襟飾りを結んでいた僕はこの壮大なる襟飾りに象徴せられたるロマンティシズムを感じたもっともこれは僕ばかりではない往来の人も男女を問わず僕と同じ印象を受けたのであろう」 すれ違うたびに、谷崎氏の顔をじろじろ見ない者は一人もなかった。しかし、谷崎氏は、何と言っても、そういう事実を認めなかった。あれは君を見るんだよ。そんな道行きなんぞを着てるから。僕はなるほど、夏街灯の代わりに、親父の道行きを借用していた。が、道行きは、茶の湯の師匠も、菩提寺の和尚も着るものである。 種族の目を驚かすことは到底一輪の紅腹に似た非凡なる襟飾りに及ぶはずはないけれども谷崎氏は僕のようにロジックを尊敬しない詩人だから僕もまた強いてこの真理を飲み込ませようとも思わなかったそのうちに僕らは裏人帽町のあるカフェへ腰を下ろした何でも喉の渇いたため炭酸水か何かのみに入ったのである 僕は飲み物を注文した後も、つらつら谷崎氏の喉元に燃えたロマンティシズムののろしを眺めていた。すると、おしろいのはげた女給が一人、両手にコップを持ちながら、僕らのテーブルへ近づいてきた。コップは真理のように澄んだ水に細かい泡を踊らせていた。女給はそのコップを一つずつ、僕らの前へ立て並べた。それから、 僕はまだ鮮やかにあの女給の言葉を覚えている女給は立ち去りがたいようにテーブルへ片手を残したなりしげしげと谷崎氏の胸を覗き込んだまあ良い色のネクタイをしていらっしゃるわね10分の後、僕はテーブルを離れる時に50銭のティップを渡そうとした谷崎氏はあらゆる東京人のように無用のティップをやることに軽蔑を感じる一人である この時も、もちろんご実践のティップは、谷崎氏の霊障を免れなかった。何も君、世話にはならないじゃないか。僕はこの先輩の霊障にも恥じず、シワだらけの札を女給へ渡した。女給は何も、僕らのために炭酸水を運んだばかりではない。また実に、僕のためには赤い襟飾りに関する心理を天下に雇用してくれたのである。 僕はまだこの時の50銭くらい誠意のあるティップをやったことはない。